ベネッセコーポレーションで大学入試情報の担当をしております西野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。センター試験を中心とした入試の動向と現役合格に向けた戦略についてお伝えしたいというふうに思います。で、国公立大については一次試験の扱いになります。国公立を受験する人はですね、もう必須でこのセンター試験受けるものだと思ってください。では、私立大学ではどのようにセンター試験利用されるのかなんですが、私立大学の場合にはセンター利用方式という受験方式のですね、受験の受け方、入試の受け方の一つがこのセンター試験を利用した入試として扱われています。重要なのがですね、このセンター試験の配点と二次試験の配点が大学によって違うということです。でここではちょっと代表例いくつか挙げてますが、一番上にある東大、あと真ん中にある横浜国立大、あと一番下の埼玉大のあたり見ていただいて、大学一つとっても学部によってですね、このセンターと二次の配点というのは違いますので、自分の関心のある大学、さらに大学だけではなくて学部まで見たときに、このセンターと二次の配点がどうなのかというところはですね、チェックのポイントになるかなと思います。もう一点、国公立 の、 センター試験に関しての注意点なんですけれども、この得点率という列です。この得点率、これ何かというと、ちょうど2018年のセンター試験ですね。でこれらの大学に合格した人のセンター試験での平均得点率がどのぐらいだったかという数値をここに載せています。例えばここに載っている大学でいうとですね、東大とか医学科みたいな最難関のレベルでいうとセンターは9割以上というのが一つの目安になってきます。難関国公立大学になると8割以上で、国公立大目指すとしたら大体やっぱ7割以上はこう必要というところが一つラインになってきます。で高校2年生の場合は年明けてですね、3学期ぐらいからこのセンター型の模擬試験をおそらく頻繁に受けることになると思います。でその時に、自分がですね、模擬試験に志望大書きますよね。その志望大が大体どのぐらいの得点率入試本番では必要なのかということを念頭に置きながら毎回の模擬試験は必ず受けるようにしてください。で最初は届いてなくて全然いいんですよ。届くはずがないんですよ、こんな目標点ですね。ただギャップを知ることが非常に大事です。で大事な視点がですね、何かというとこの目標得点率ですね、この目標得点率、この得点率に5教科の総合点で届く必要があるということです。苦手な科目があれば得意な科目で補えばいいんですね。トータルでこの目標点に届かせるという視点が国公立の場合には重要になります。この表でいうと一番下のセンター利用前期6科目型というちょっと行をですね、見てもらえたらと思います。募集人員、これ定員のことです。30という数字があります。これ一般の募集に人数に比べると非常に小さいじゃないですか。受けるの怖いですよね。ここに出して本当にこれこの中に入れるのって思うと思うんですよ。で一方でですね、左から 1,2,3,4 列目見ていただくと合格者という列があります。これ217という数字があるんですけれども、これどういう意味かというと、実際の定員は30人なんですけれども、合格者は217人出ているということなんですね。何かというと、私立大学の場合には実際にこの定員よりも多くの合格者を出します。併願をしてですね、たくさん受験をしてくる人がいますので、実際には受かってもこの大学に行かないという人も多くいますので、大学としては多めにですね、合格者を出すんですね。これから入試のこういう数値見ていただくときに注意いただきたいのは、この合格者がどのぐらい出てるか、センターの枠ですね、小さいからちょっと怖いなと思うんじゃなくて、この合格者数まで見るというところですね、押さえておいていただくといいかなと思います。で次第に関してもう1点注意なんですけれども、この3カ年ぐらいでですね、次第の合格ラインというのは上がってきています。どういう動きかというと、入学定員厳格化というふうな話がありまして、定員に対してですね、それをあまりにこう多く上回るような入学者を出してはいけませんというふうな国からのお達しがあってですね、私立大学も定員を厳格に守る必要が出てきています。まずこれから大事なのはですね、自分が行きたいというふうな第一志望をしっかり決めるということ、そこに対して強い気持ちを持つことが最も大事なんですけれども、それと合わせて、この難易度的にはですね、幅広く併願校というのを、この1年間でしっかり考えていくことが大事になります。
開始がですね、文系でこの社会2科目必要な場合には9時半から始まりますということです。で、終わりの英語の時間を見ていただくと18時10分、まあ、朝は9時半で終わりが18時10分なので、まあ、結構1日長いというのが分かると思います。まあ、結構体力もいりますし、まあ、頭も使うということなんですが、これ受験近づいてきたらやっぱりこういう入試のですね、試験時間とかも意識して勉強した方がいいんですね。例えば英語、本当に1日疲れ切った状態でこう長文を読む練習とか、聞く練習とか、まあ、そういうなんか試験の時間割に合わせたような受験対策というのも、まあ、今は考える必要ないんですが、まあ、高3になってからですね、実際入試が近づいてくると意識すると良いかなというふうに思います。その年によって、科目によってもテストの難度が違いますと。で、一方で過去問解いてみます、できたできないって一喜一憂していくと思うんですね。その時にその年のこう平均点がどのぐらいなのか、難度がどのぐらいなのかっていうのをこう突き合わせて見ていかないと、まあ、単純に一喜一憂になってしまいますので、まあ、その年のテストの難度と合わせてそういった過去問対策をしていくと。非常に基礎的な標準的な問題がセンター試験には出されますので、まあ、まずは授業教科書でやっていることをきっちりですね、身につけていくことが大切ですよということです。英語を見ていただくと分かるんですけど、結構さまざまなタイプのですね、文章読解の問題が出されます。数学もですね、非常に幅広い分野から出されます。標準的なんですけど幅広いので、その穴を埋めていくこと、これから習うことは定期テストごとにきっちり身につけていくこと、この穴をなくすっていう作業が非常に大事になってきますと。この時間内にここをやりきるっていう感覚を今から作るようにしましょう。まあ、30分なら30分、タイマー測って、その時間内にそれをやりきるっていう、この時間内に取り組むっていう風な練習をもう少しずつでもいいので始めるようにしましょう。複数の資料を提示して必要な情報を組み合わせ思考判断させるということと、学んだ内容を日常生活と結びつけて考えさせるっていうふうなこの視点ですね、この視点での問題というのが非常に増えているというところです。まあ、例えば日常生活に結びつけて考えさせるという意味では、実際ですね、場面設定というのがされています。実際皆さんが持っている知識をこう活用するような、そういう具体的な問題というのが増えてきているというふうな傾向がありますので、まあ、過去問を見るときにはこういう問題が増えてきてるんだ、最近の傾向なんだという視点で見ていただくといいかなと思います。端的にお伝えするとこういうことです。ゴールを知り、自分を知り、そのギャップを埋めることというふうに書きました。ここを抑えることと、今の自分の学力、模擬試験等で知る、そこのギャップを埋めることが受験勉強になりますので、まあ、この2つの視点をですね、しっかり持ちましょうということ。目安としてもらいたいのが高3の8月、ここまでに基礎固めを終えるというふうな感覚でスケジュールを考えてもらえたらと思います。その後ですね、まあ、過去問とか実践的な演習に入れるように高3の夏までに基礎固めをする。じゃあそこから逆算して今何をしておくべきかなんですが、高1にこれまで習ってきたことの総復習をですね、始めてもらいたいなと思います。で、真剣ゼミの方では1月号でですね、この高1にの重要事項を中心に総復習ができる受験準備講座という講座に入っていきます。エンカレッジという教材をお届けするんですけれども、ここで高1にですね、やっぱりこう1から100まで全部振り返るのは難しいと思うんですよ。重要なエッセンスを集めた教材をお届けしますので、まあ、ぜひこの教材活用いただくと高1位の重要なところをですね、抑えることができますので活用いただくといいかなというふうに思います。